水晶ドクロ。水晶ドクロはオーパーツの中でもかなり有名ですよね。これは1927年にマヤ系遺跡ルバアンタンで発見されたドクロの形に精巧に彫られた水晶です。地元の噂によれば世界に13個ある呪いのドクロの一つとされ、全てを集めると世界が手に入るなんて話もあります。なんともロマンのある話ですが、水晶ドクロがオーパーツと呼ばれるのは精巧な技術力です。水晶はそもそもめちゃくちゃ硬く、現代の鋼鉄製工具を使っても傷一つつかないとされています。そのため当時の技術では加工は不可能で、古典的な方法を使って加工をすると300年はかかると言われてきました。そのため長年製作方法がわからないオーパーツとされてきました。でも近年になって衝撃的な事実が判明します。どうやら調査したところ、加工の跡が発見され偽物だということが判明してしまいました。水晶ドクロはオーパーツじゃないじゃんと思った人、ちょっと待ってください。実は水晶ドクロにはまだ発見されていないものや行方不明になっているものが数多くあるようです。なので1個くらいは本物があるかもしれません。